山品家は藤原北家四条流の公家家族。公家としての価格はウリン家。家族としての価格は白尺家。家名は下領があった京都山品層に由来する。家業は小族、江門で、江戸時代には高倉家と共に小族色目を担当した。平安時代末期の公家を藤原実況を初代とする。その後、後白河法王の謹慎。 藤原京成が養子となりその後を継ぐ。京成は、法王の近親表行房と、高階栄子の愛の子であったが、母が法王の長妃となって、牽政を得たため、法王の命により、藤原家成の養子となっていた実況の勇士となり、生に意見中納言まで昇進した。南北朝時代の山品京子と以後、代々内蔵頭を排出して、朝廷財政を運営した。 山品家は、家領として、ハリマ氏も異母シを治療していたが、主後赤松氏の家臣、西洋氏やハリマ島津氏に、現地の経営を任せ年貢を得ていた。幕府の権威が、あ、時は、順調に収益があったとされる。しかし、戦国時代になると、戦国大名赤松氏に横領され年貢が、収められなくなり、家計が厳しくなった。また、 備前国京都層も治療史や薬師寺を代官としていたが、戦国大名を裏浦上市に横領され、ここからも年貢が得られなくなった。戦国時代の時継は、日記、時継狂記を表した。時継狂記は、戦国時代の京都を中心とする機内の情勢を知る、上で必要不可欠な一級資料として知られる。時継の息子時継は、直感をこうり摂津国に下ったため、 四つ辻家から京縁が山品の名跡を継いだとして朝廷に仕えた。京縁が実家の四つ辻家を継ぐことになると、代わりにその弟である京里が山品家を継承した。しかし後に徳川家康の意向により、時常が朝廷に復帰したため、京里は猪熊家を別に立て猪熊京里と名を変えざるを得なくなった。ことちは徳川家康と親しい関係にあり、 たびたび、霊勢ためみと江戸へ下校した。江戸時代の家録は300国。明治維新後、家族霊志向により、時直が白社位を賜る。上霊勢家とともに、維新後も京都に本拠を置き続けている数少ない旧、区下である。古都大は、蹴鞠保存会の会長を務める。2018年12月、明治以降は、初となる生前継承が行われ。 ことはが29代目当主となった、山品家国立歴史民俗博物館の急校給料取調べ帳データベースより算出した、幕末期の山品家料は以下の通り。ありがとうございます。